はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、楠田亮でございます。アンドロメダウサギ様、お手紙いただきました。ありがとうございます。イクオ様、ワヤジャ様、伝説のふりかけ屋さん様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。今日はちゃんと頭にのりくっつけてあるんですけども、この上の方の横の方が全然まとまんないですね。まあどうでもいいんですけれども、2月22日今日は竹島の日であります。 NHK は必死で猫の日アピールしてますけれども、まあ竹島の日っていうのを国民に知られたくないんだろうな、ないことにしたいようだが、そうはいくかって話でね。領土を不法占拠してる建国以来国是が反日の敵国韓国ね、と貿易してるのがおかしい、おかしくないか。侵略されてんのになんで普通に貿易してんだ、自由に敵国人を入国させてるのがおかしい、しかもノービザで。韓国も頭おかしいけど、日本政府もいろいろと頭おかしいよなーって思うわけで、9条破棄を必死で阻止しようって工作しまくり、なぜなら9条ないければすぐさま竹島から駆逐されっからですね、不法占拠してる連中がね。これは日本人拉致の報復を恐れる北朝鮮や北方領土奪還を恐れるロシアも同じであります。ドイツもこいつも後ろめたいから9条で日本が手出しできない状態を維持したいっていうね。尖閣を狙う中国、竹島の韓国、拉致被害の北朝鮮、北方領土のロシア、ここら辺あたりがですね、9条の破棄を全力阻止、改憲を阻止してるスパイどもに資金提供してるんじゃないか、あるいはそのものの工作部隊がやいのやいのと集会やったりデモやったりね。9条で日本政府は武力解決、紛争の武力解決できないですけれども、竹島奪還部隊がですね、まあもし竹島に攻め入るんだったら豊島区軍とか義勇軍なら別、日本改革党軍とか言って志願兵を募ってですね、これは拉致被害者奪還部隊も一緒ですね。国がやっちゃダメだったら地方自治体とか一個人の呼びかけで集まった志願兵ならいいんじゃねえか、ああなんて思いますけどね。まあそれやるとすると武器準備集合罪の対象になりそうなんで、そうならないようにですね、政府に正規の組織と認めてもらわなくちゃいけないですけどね。自国政府が敵国と認識してる国に生まれ、つまり韓国政府ね、韓国政府は日本を敵国って思ってますから、これは建国以来ずっとそうです。敵国語しか話せず日本語しか話せねえ、日本語で日本の掲示板に敵国である日本の悪口書いて、困ったら日本に生活保護をよこせっていう連中、おかしいですよね。精神構造が、脳みそは大概おかしい。どっか普通の人類と違いがあるに違いない。なので一遍ですね、大規模な精密調査した方がいいと思います。脳科学者と解剖学者がチーム組んでね、念入りに何万人か脳みそ調べた方がいいと思っております。だっておかしいですよね。それでよく精神おかしくなんねえな。日本の国家のおかげでお前らの人権とか言いたいことを言う権利とか保障してんのに、その国家と敵対してて平気でいられる精神構造、おかしいですよね、人として。
やっぱりバカだった岸田総理。本当にバカだったこの人。うすうすは気がついてたんです。私はこの人バカじゃないかね。資本主義の持続可能性を考えたならば、その成長の果実が一方的に株主還元という形で一部に資するだけで終わってしまったら続かない。予算委員会でですね、株主配当を否定する発言してしまいました。今日日経平均は500円下がりました。ウクライナ情勢緊迫を受けなんて書いてありましたけど、違うよね。ネットの反応です。バカだろこいつ。経済音痴にも程がある。ブレーンのレベルの低さ、マジで頭おかしい。2万円割るぞ。また株価下がるんかい。こいつが総理やってる限り上がらんわ。岸田の一言で吹き飛ばした株価100兆円の方がやばい。学校で投資の教育始まるから岸田も受けたらというですね。投資を促進する方針取らないと経済発展しねえだろ。何ギャグのこと言ってんのって話なんですけど、なんでね、真逆の投資意欲を削ぐような、投資を抑制するようなこと言うかな。完全無欠のバカだな。日本の経済破壊したいとしか思えませんよ。経済成長を阻害してるのはですね、株主配当じゃなくて 48% の重税ですよ。それとね、なんか岸田はバカだからごく限られた人間しか株主になれねえみてえに思ってるみたいですけど、誰だって望めばどこの会社の株主にもなれるですよ。なれますよ。何言ってんだこいつは。チュチェ思想に染まってる増税省とですね、増税省の言うなりのバカな自民党のせいで実質税負担率 48%、になってますけれども、これが経済を発展を阻害してんに決まってんじゃん。人は勝手に工夫する。政治が邪魔しなければ GDP は勝手に年間 1.8% 成長するっていう説があるんですよ。だから余計なことを主催しなければ経済発展してくんだわ。日本が30年もですね経済成長しないのは重税のせいなのは明らかですよ。時価総額の世界一はアップル、298兆円だそうであります。トヨタは37兆円。日本一の時価総額トヨタが37兆円。情けなくて投げてきますねこれね。株式会社の始まりは大航海時代でした。船を仕立ててね、新大陸を冒険するのは個人が背負うのはあまりにもハイリスクハイリターン、一か八かだったので、複数がお金出し合ってですね船を買って船長と船員を雇って出航させたんですよ。で、運よく戻ってこれたら生産して儲けがあったら投資額に応じて分配したっていうのが株式会社の始まり、原型ですね。岸田の発言はですね、株主の会社の所有権、会社を所有しているのは株主であるっていうのを真っ向否定。共産主義がっつうのね。これはチュチェ思想に染まった増税省の側近の話ばっか聞いてるとこうなんのか、共産主義者っぽくなってくるのか、絶望しちゃいますねこれね。日本経済にとって岸田は本当に危険な場合です。配当を得ることは悪と定義したら誰もね、新規事業を立ち上げたりそれに投資して助けたりしなくなりますよ。あとね、配当額に応じて株の値段って決まってくるんですよ。あ、ここの会社は一株あたり年間いくらいくら配当出すな、だったらば配当利回りなんぼなんぼになるからいくらまでは金出してこの株買ってもいいな。そのね、配当を否定したら株式会社ひいては資本主義全否定じゃないですか。本当に岸田バカなんだな。
本当の本当にバカなんだな。法学部でしたっけこの人。法学部。何にもあんねえな。なんなら得意なんだこいつは。聞くだけ聞いてね、あの否定しないカウンセラーとかやらしとけばいいのかなこいつはな。国民民主党、何でもかんでも反対ばっかの野党と思われたくないって思ったのかわかんないですけど、予算委員会終了前に来年度予算案を承認しました。立憲民主党泉代表、野党とは言えない選択だ、非常に残念だ。まあそんなの野党じゃねって言ってんですけど、ネットの反応です。野党の定義を勝手に決めんな、何でもかんでも反対するのが野党の仕事と思ってないか。思ってると思いますよ。自分らこそがまともな野党だと。何でも反対なら共産党とくっつけばいいだろう。まあ部分的にはくっついてますよねもうね。政党目的は国家に奉仕することなんだが、だからお前らは嫌われるんだよ。これが普段多様性がどうこう言ってるやつら、野党同士で説得できないのに国民を説得できるのかな。維新にボコボコにされすぎて症状が悪化したな。何でもかんでも反対の共産党、なぜか NHK 予算案には賛成するんですよね。これね、あの日本を破壊する側、仲間って思ってんだと思いますけどね。本当か嘘か知りませんけれども、 NHK の番組作る現場、放送総局に日本人一人もいないそうです。本当か嘘か分かんないですけど、まあ、そう言われてみてもそうなのかなって思っちゃうところありますよね。問い、立憲は自民案すべてに反対するのが野党と思ってるのですか。答え、はいそう思ってますね。言動があの共産党に酷使した理由なんですけれども、酷似か、酷似ですね。酷使じゃねえや、代表泉がバカだからっていうのもありますけど、そんなバカが代表になれるほど他の連中もバカ揃いだからっていうのもありますけど、まあ共産と立憲のですね共通点ですが、立憲全員がバカすぎて支持率右肩下がり、あと共産党もコアな支持層である団塊世代がそろそろ数を減らしているっていうのもあると思いますけれども、新支持者獲得は困難あるいは不可能と諦め、現在の支持者が喜ぶような言動に終始、結果言動が先鋭化しますます一般的な有権者と世間から乖離。だから今いる支持者の機嫌取るようなことばっかり言ってから、一般からは何言ってんだこいつ、これ泉代表のこのそんなの野党じゃねえってね、予算案に賛成しちゃってそんなの野党じゃねえっていう発言も一般からすると何言ってんだこいつってなりますよね。もとより立憲と共産の支持者はですね、俺が貧しいのも持てないのも社会が悪い、自民党が悪い、安倍が悪いって責任転嫁する浅ましい連中ばっか、それらが喜ぶような言動も似通ってくる QED。 以上証明終わりなんですけれども、まあまあ落ち目になってる両党だから似てきた、あとまあ簡単に説明できますね。民民の玉金は立憲のギャグやれば受けるって気がついちゃったのかな、ひょっとして。まあね、こいつらも立憲と共産と一緒になってね、国会18連休した連中なんで、あと10年ぐらい自責積まないと信用しないっすけどね。今さっとですねいいこと言ってるんですって、パッと信用するのは危険であります。こいつらだって喜んで18連休ぶっこしてたんですからね。ウクライナ東部の潜伏ロシア軍がドネツク人民共和国、ルガンスク人民共和国建国を宣言だそうであります。ロシア政府光の速さで両国を国家承認で、ここが国家ってなったら大手を振ってロシア軍正規軍を派遣できると来たもんだ。ゲテレス国連事務総長、ウクライナの主権に反する
と非難、ネットの反応です。 NATO がコソボ紛争でやったのと同じ手口、第三次世界大戦開始、戦争への分水嶺、経済制裁開始でロシア終了、経済封鎖で巨大な北朝鮮に、ソ連の亡霊が復活、力こそパワー、国連の常任理事国から外すべき、我が帝国にとってみたら、遠くてですね、ピンときませんけどね、ただ一つ言えるのは、人民共和国って名前がついたとこは、漏れなくログでもねえ、確信、国連常任理事国の、米英仏 VS ロ中の争いになってますね。これ帝国をですね、長年苦しめてきた国連の終わりを見れるかもしれませんね。ワクワクが止まらない。あとウクライナ、ヨーロッパの方、近いヨーロッパの方がなんとかするんでしょうって、日本はまあ制裁に参加しないといけないですけどね。松野官房長官、国際法に違反しており非難する、珍しいな、遺憾以外のことを言えたんだ、言えたのかこの野郎って感じなんですけど、なんだ言えんじゃん、まあ、G7 の手前ね、言うしかなかったんかもしれませんけれども、まあ非難したからってロシアは痛くもかゆくもないですけどね。制裁でですね、ドル経済から締め出すときはまあ帝国もお付き合いしないといけないな。スーパーで目につくロシア産は塩鮭ぐらいですかね、私が知ってる限り。まあそれ買えなくなっても全然いいですわ。まあ国産とかノルウェー産とかありますね。岸田、足並み揃えるのは得意、なんせ聞く耳ブレブレだようだし、何か言われたらああそうですかってやるような男だし、ロシアからですねガスを買ってるドイツ、イタリアを助けるためですね、帝国としては世界一の原発技術でですね、発電線を急いで作ってですね、地中海に浮かべて欧州に電気売るといいよ。これ私の案ですけれども、多少高くても背に腹で買うでしょ、背に腹倍の値段でも買うでしょね。でね、その原子力線は甲板が偶然にも平らで広くて、その気になれば戦闘機も発着できる作りだが、全くの偶然なんでっていうのでパパッと作ってですね、今ある船を改造してもいいな、原子力、小型原子炉を内蔵してて、それで進めて、で有り余る発電パワーで電力供給、まあ浮かぶ原発みたいなの作って、欧州助けてたらでね、電気を高く売って船の建造費は元取って、でついでにですね、甲板もそういう風にすればいいんですよ。それが帝国の国益だと思いますけれども、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。